父上のために髪を売ったというのは本当か？ええ、私が浪人として各地を旅していた頃、自分の黒髪を売り生活の足しにしていました。思えば苦労をかけたものです。もしまた生活に困ることがあったら、今度は私が髪を売って妻を助けたいと思っています。おお、これぞ夫婦の愛じゃな。父上の髪はサラサラゆえ、きっと高く売れようぞ。ところ髪にもつけておらぬし、わかった。お守りとして着物の中に忍ばせておるのじゃな。いきなり懐に手を忍ばせないでください。あれは家に大事に飾らせていただいております。むむ、身につけてくれぬのか。蘭の命を守る髪飾りなのに、しょんぼりなのじゃ。いえ、あの飾りは相変わらず私の大切なお守りです。どんなに厳しき戦に赴いても、蘭は命を粗末にしません。生きて家に帰り、あの髪飾りを見るために。ダチと遊ぶのじゃ。さて、マーゴ、何して遊ぶ？よし、かくれんぼはどうだ。俺は隠れっから、お前目つぶって数数えろ。むむ、ダメなのじゃ。マーゴはわらわが目をつぶっている間にどこかに遊びに行こうとしておる。ガキっつっても女の勘は侮れねえな。の三味線はいつ見てもかっこよいの。わらわも弾いてみたいのじゃが、よいか？やってみろ、魂の赴くままにな。これは誠実に難しいのじゃ。全く思うように弾けぬ。旋律こそ乱れに乱れているが、その音色の奥底に熱き反骨の魂を宿している。さすがは光秀の娘、上等。元近殿、いつも娘が迷惑をかけているようですね。父として申し訳ない気持ちでいっぱいです。どうということはない。お前と俺は魂でつながった友、ゆえにお前の娘は俺の娘でもある。おお、それは心強い。正直あの子には手を焼いていたのです。悪い虫がつかぬよう二人でしつけましょう。むむ、当事者そっちのけで話が進んでおる。むむ、誠実に納得ゆか